はい、こんにちは、まえチャンネル前原でございます。はい、今日はこちらですね、任天堂スイッチでございます。はい、ということで2017年3月3日本日発売の任天堂の新しいハードウェア、ゲームハードウェアの任天堂スイッチ購入しました。ネオンブルーとネオンレッドのやつですね。多分ね、買ってる人これほとんどじゃないかなと思いますけれどもね。それとソフトはこの3本購入しましたね。ゼルダの伝説とワンツースイッチとボンバーマン R ですね。このワンツースイッチとボンバーマン R はエシン君と一緒にやれればなと思ってます。ゼルダは僕だけでやるかな。じゃあ早速かけていきましょう。いや、いきます。シュワッと、おおおお、こうやって入ってんだ。コントローラーちっちゃいね。あ、ただ若干多めありますね。やっぱバッテリー入ってるだろうからね。そしてこれがモニターで、下行くとこれいろいろ入ってますね。はい、それでは細かく見ていきましょう。まずこちらがジョイコンですね。ジョイコンのネオンブルーとネオンレッドです。ネオンレッドの方は XABY という風にありますね。でこれアナログですね。あと上は R と ZR というボタンがあります。そしてこの部分にもボタンありますね。 SL と SR で、ここにホームボタンもあります。はい、こちらがジョイコンのネオンブルーです。でここはね、あの XY とか AB の表記はないですね。上下左右ですね。 L と ZL、SL と SR があります。はい、そしてこちらがジョイコンハンドグリップってやつですね。ここに差し込むわけだ。ちょっとやってみましょうか。こういう風に、お、なるほど。あー、なるほどね。これでこういう風に持つわけですね。やっぱりこのボタンは抜くときに押しながら抜く感じですね。そして HDMI ケーブルが1本、それと専用の AC アダプター、あとこちらですね、ジョイコンストラップっていうのがついてました。これはあれかな、なんか振り回した時に落っこちないようにとか、そういうのかな。あ、ここに入れかて通して、そうだね、こうやってこう落とさないようにってやつですよね。これあらかじめついてるのいいですね。このストラップつけるとこのボタンが押しやすくなりますね。 SL と SR がね。なるほど。あ、こうやって遊ぶのがいいのかもね。そしてこれが任天堂スイッチドックですね。ここにスイッチ本体を差し込んで、テレビでやるときにこれ使うわけですね。側面に USB の端子が2つついていて、裏面が開くようになってます。こんな感じね。そして HDMI と USB、 あと AC アダプターの端子がそれぞれついてますね。はい、そしてお待ちかね、こちらが任天堂スイッチ本体です。ちょっと映り込んじゃってカメラ映ってるけどね。こんな感じでございます。思ったよりもですね、大きいかなという感じですね。そしてこの部分が電源でボリュームでしょ。そして反対側にイヤホンジャックと、これがゲームカード、ここにゲームソフト入れるわけですね。そしてスイッチの裏面にこういうね、板がありまして、ここ開くと立てられるようになってるわけですね。スタンドになるわけだ。そんなわけで内容品としてはこれだけでしたね。で今回ね、すごく驚いたのが、説明書全然ないんですよ。ここにですね、この初期設定の方法が少し書いてあるだけで、特に何もない。あと内容品が書いてあるぐらいでね、まあいいんじゃないですかね。説明書読まないしね。ついでにソフトも開けていきましょうか。今回すごくちっちゃいですよね。はい、こんな感じになってまして、中はあれ、これだけ、これだけ、え、説明書何もないんだ。うわ、ちっちゃいね。ゲームカードこれぐらいのサイズですね。SD カードと比べてみると、あ、ほぼほぼ同じサイズかな。 SD カードの方がちょっと大きめっていう感じですね。ということはこのワンツースイッチも、あ、そうだね、ゲームカードだけですね。ボンバーマンも同じだね。ゲームカードしか入っておりません。よし、じゃあ早速ですね、充電をして初期設定やってみましょう。おお。音いいね。よし、インターネットの接続完了。あとでにしましょうか。ジョイコンを取り外してみましょう。ん？取り外すの？
あ、取り外した。ジョイコンで次へを選んでください。あ、これでね。お、すごいすごい。あなたのアイコンとニックネームを決めてください。自分でアイコン作るにしたいけど、またこれは次回にしましょうか。とりあえずルイージでしとこうかな。よっしゃ、ニックネームはマエチャンネルで設定します。はい、まあ、このままでとりあえずやりましょう、まあ、スキップしましょう。ホームボタンを押してホームメニューに行きましょう。おお、これで始まったわけですね。なるほど。ちゃんと時間も10時44分になってるね。なるほどね。で、ゲームニュースとかあるんだ。おお。はい、それでは早速差し込んでみましょう。このドックの方に本体を入れる。あ、特にカチッとならないのかな。お、そうするとバッチリだね。ちゃんとこれでコントローラーで動いてますね。で、私はやっぱりね、キャプチャーして動画アップしていきたいんで、こちら、エルガドの HD60、 これでキャプチャーできるかも今やってみたいと思います。では早速ですね、エルガドゲームキャプチャー HD 立ち上げましょう。これでキャプチャーどうでしょうか。起きてるかな。信号なし。あれ、信号なし。あ、来ましたね、来ましたね。とりあえず今ね、Wii U しかないから、まあ、Wii U でいいでしょう。じゃあついでに録画しちゃいましょう。ちゃんと音も取れてるかな。大丈夫っぽいですね。うん、大丈夫だね。よし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 。これ今気づいたんですけど、このジョイコンを刺すとき音鳴るんですね。いきますよ。ほら、これね。はい、ということで今回は任天堂スイッチでございました。今日はですね、これから、ゲームチャンネルの方でこのゼルダの伝説、これをやろうかなというふうに思っております。また準備ができ次第動画アップしたいと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、スイッチのほのこいいじゃないと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。